や、これはカスタマイズ性広がるよね、やっぱね。このガンダムが持っている武器にも共通穴が開いています。最強の武器が作れるかもね。ガンダイマニア、元気モニモニモニちゃんです。やっほー、みななんです。今日紹介するのはこちら、機動戦士ガンダムモビルスーツアンサンブル01です。ガシャポンのアイテムになっていまして、このシリーズにラインナップされた機体には腕、足、そして腰、後頭部、さらにバックパックにまで共通の 3mm の穴が配置されています。この穴なんですが、あらゆるパーツを接続できる機構になっていて、自分だけのオリジナルモビルスーツを作ることもできるんです。やばい、めっちゃ夢広がるじゃん。そうだよね、ガンダムファンだったら一度は夢を見たことがあるだろう。自分のモビルスーツ、最強アイテムなんですよ、ね、楽しみ、これやりたい。私たちだけのオリジナルのモビルスーツを作っていきましょう。それでは早速やっていこう。バンマニ、まずはラインナップから、ガンダム、ザク、Gファイター、ユニコーンガンダム、デストロイモード、モビルスーツ、武器セットとなっています。どれもかっこいいね。すごいボリューミーなラインナップになっているんですけど、ユニコーンガンダムだけ新しい感じのモビルスーツになってますね。そうだね、デストロイモードなんだね。ね、かっこいいね、サイコフレーム発行しています。かっこいい。で、武器すごくない？これめっちゃパーツあるよね。いや、これはカスタマイズ性広がるよね、やっぱね。透明のパーツもあります。これでカスタマイズすることもできます。先ほどオープニングでも言った乾燥可能な共通穴なんですが、腕ならここ、そして足の部分だとここだね、後頭部にあります。そしてバックパックのところにも開いていますね、うん、この腰の部分にも共通穴が開いています。このガンダムが持っている武器にも共通穴が開いています。最強の武器が作れるかもね。え、ここからまた増やして増やしてとかできるもんね、うん、バンマニ、ではお楽しみな自分なりのモビルスーツを作っていきたいと思います。今日はですね、うん、今までに発売された機動戦士ガンダムモビルスーツアンサンブルシリーズをね、こんなにたくさん用意したね。やばいね、これ、ね、これを使ってオリジナルモビルスーツ作っちゃいましょう。いやー、作ろう作ろう。どういうのにするとかもう決めてある？迷う。いやー、これはいろいろできすぎちゃってさ、悩んじゃうね。どうしよう。一つちょっと夢があって、めっちゃでっかいモビルスーツ作りたいのね。おー、そう、ダブルゼータガンダムを元にして武器とかをくっつけてって、超でっかいやつ作りたいなって。いいんじゃない？思った。じゃあマニちゃんがガンダムで作るんだったら、うん、私はジオン軍の機体を使ってちょっと作ろうかな。作りましょう。共通の穴が開いてるとさ、いろいろはめられちゃうってなるからね。可能性が無限大よ。ね。色合いとかもね。あ、そうそうそう。ね、カラーリングもね、そうそうそう、大事だと思う。できましたー。お互い全く違う感じにできたね。マニちゃんでっかい。まずはちょっとミナナンから、うん、ちょっとこだわったポイントなど紹介してください。私はジオンをテーマに作ってみました。ザクとザクウォーリア、ルナマリア機、ギラ動画、レズン機、ギラ動画、マーキングプラス全5機を使用して作ってみました。うん、両手に武器も持ってて、ビームジャベリンとヒートフォークと透明なパーツを分散させてみて、でこの肩のパーツも本当はこれね、左肩用のやつだったんだけど、2機の分をね両肩につけて、めっちゃトゲトゲと強そうな感じにしてみました。色合いもいいね、これ。そう、あのいっぱいね、いろんなカラーが入ってんの、青とか緑とか赤とか、うん、そこもねバランスよくやったのがポイントです。いや、かっこいいよこれ。私が作ったのはこちらです。大きい。もうとにかく大きくしたいがために、いろいろね、モリモリに入れたから、ガンダム以外のモビルスーツとかも結構ふんだんに使ってる。武器もモリモリだね。右手、もう右手という概念がない。もはや右手が武器に、まあ、なってて、腕そのものが武器だね。え、そうなのそうなの、まあ、もちろん左腕もね、射撃武装がついています。いや、こんなにね武器持たせて大丈夫なのって思った方いらっしゃると思うんですけど、このモビルスーツはもう全方位型の攻撃も防御ももう特化してます。全部できますっていうモビルスーツにしたかったから、ニュータイプの官能で武器とかを操って、もういかなる
方向からの攻撃も阻止するし、いかなる方向から攻撃することもできるっていう私の夢が詰まったモビルスーツ。強そう。はい、地上戦ももちろんできるし、両足にねスラスターをつけてるので、もちろんこうやってね浮遊した状態で宇宙戦もできる。いや完璧でしょいやちょっとねモリモリに しすぎちゃったかなって思ったんだけど、結構ね完成品見てね満足、めっちゃかっこよくできました。バンマニ、今日は機動戦士ガンダムモビルスーツアンサンブル01を紹介しました。いやーなんか夢が叶った瞬間というか、私が思い描いてたさモビルスーツをさここにあるんだよ。やばくない？夢のモビルスーツが作れちゃうね。そう、ガシャポンを回して出てきたそのままのモビルスーツで飾るのはもちろんいいんだけど、うん、共通穴に乾燥させることで無限大のさ自分だけのオリジナリティのあるモビルスーツ作れちゃうから、うん、いやこれは本当にね楽しいね。まあ、今までのモビルスーツたちとも、うんうん、組み合わせることができるから、こう今までの段を持ってた人たちはいろんな組み合わせを試してもらいたいし、うん、これから集め始める人はぜひこれを機に1段以降も集めていろんな組み合わせを試してみてください。ぜひ皆さんも自分だけのモビルスーツ作ってみてください。機動戦士ガンダムモビルスーツアンサンブル01は11月5週発売予定。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。